どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートトオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。いよいよ明日12日で5月切りも終わりとなりますが、その前に今日は重要なアメリカの CPI4 月度の発表があります。そこで今日はまた21時半の発表に合わせて5分足での最新情報をもとに明日5月切り最終日の日経平均動向を探っていきたいと思います。 CPI の方は市場予測8.1%と、まあ、前月の8.5%から一気に0.4%も改善とだから3月がピークだよっていう風に見てるんですけれども果たして結果はどうだったのかぜひ最後までご覧くださいそれでは早速5月12日日経225オプション考察始めていきましょう はい。それでは本日のメニューです。今日はチャートはまたボリンジャーバンドに戻っています。それからオプション手口、先物手口と見て今日の着眼点という形で進めていきます。はい。それではメンバーシップのお知らせです。こちら、有料サービスにはなるんですけれども、YouTube のメンバーシップということで、毎日4つの JP モルガン、クレディスイスを加えたアムロとゴールドマンのオプション手口を え、毎日ね、だいたい19時から20時の間に PDF で、えっと、お渡しをしていると。ですから、この動画よりも早くオプション手口が手に入るということになります。しかも、4社です。なので、まあ、オプション手口を活用されている方は、非常にね、役に立つんじゃないかなと思います。あとは、えっと、まあ、毎週日曜日に、 いろんなね、戦略、V レシオ大作戦とか、新型マックリー大作戦とかね。まあ、あの、この動画でご紹介をしているすべての作戦のトレーディングビューでの設定の仕方からトレード攻略法まですべて、こう、あの、解説をしている動画。これ毎週日曜日、30分、40分ぐらいのね、結構長い動画ですけど、毎週メンバーの方に配信をしております。興味のある方ね、ぜひちょっと覗いてみてください。概要欄の方にリンクを貼っておきます。よろしくお願いいたします。 はい。え、それでは5月11日、相場外況からです。日経平均、なんとかプラス26,213円、46円高、プラス0.18%でした。ただ、トピックスは結構しっかり下げて、1851.15、-11.23、-0.60%。ちょっとね、この、この状況があまりよろしくないので、これは最後の着眼点でもチラッと触れます。 最後、マザーズは660.76、プラス6.24ということで、プラスの0.95%。まあ、やっとね、マザーズもしっかりと1%近く戻ってきました。え次に、売買代金。こちらは昨日とほとんど変わっていません。当初プライム3兆2045億円。スタンダード648億円。ただ、グロースがまた換算956億円ということで、1000億円を割っています。 え次にビックスと VI、恐怖指数ですけれども、ビックスの方は32.23。これね、20時45分現在ですけれども、CPI が発表された後、ちょっとどうなったかっていうのはね、この後 CPI の話も着眼点でします。で、えー、VI の方は、まあ今日は46円と、まあね、ほとんど動いてないに等しいんですけれども、ボラティリティはね、結構下げました。マイナス1.12ということで 28.、28.59。 まだ高いんですけれども、30をね、超えてた時から見れば、まあ、少し日経平均 VI の方は落ち着いてきてるという形になっています。はい、それではここからは日経平均冷やしです。今日も要線でなんとか戻ってきましたが、ここ、ね、この、ここに開けた窓、これがね、実は今日埋まってないんですね。この上髭が、 届いてないと。いうことで、まあ、直近に開けた窓を埋めることはできなかったけれども、まあ、下から始まって、まあ、今日もまたね、ずるっと行っちゃうのかと。そして、この、ね、あの、昨日、ヒゲで締めた、まあ、2万6000をね、大きく割り込んだところ、2万6852円の窓かな。この3月9日の安値から25日高値に向けて上昇していく中で、1、2、3、4と4つの窓を開けているんですけど、このね、2つ目の窓。 だからまあ上から行くと1、2、3、3つ目の窓になるんですけれども、これ昨日埋めて反発をしたというところで、ね、まあ今日はちょっと下から始まって嫌な感じですけど、まあそこから切り替えして、まあなんとか前日比プラスで耐えたというところは、まだね、良かったんじゃないかなという気はします。ただ、モメンタムはちょっと切り替えしたんですけど、引き続きマイナス圏なのと、重要なのはこれこう線を引くとね、まだ上根を切り下げてる途中、 ですから、この上根を切り下げてくる途中の線をブレイクするぐらいモメンタムが強くなってくる。それはすなわちこの黄色い五移動平均線を抜けてきて、五移動平均線が横ばいになってくる。まあそういう動きになってくると、モメンタムもゼロラインから抜けてくると。で、そうなったら初めてちょっとまた、上、上というかね、レンジに戻れるのかなと。 だから、そうなるまでは、これまだ緩やかに上値と下値を切り下げているという状況なので、まだね、これ、ずるっと行く心配をしておかないといけないチャートの形。まあ、なぜならばね、25日線完全に下向きですし、これ見ていただくと、もう残念ながら、すべての線が下向きです。もう長期の200日から、75、50、そして直近の5、25、全部これ下向きなんですよね。だからもう紛れもない下落です。もう3月の25の高値からは、 もうね、ずっと下げてきてると。だからどっかで反転ブレイクして止まらないと、なかなかね、レンジに戻ったとも言えないぐらいの、まだ弱い形だっていうふうに見ておく必要があります。だからまあやっぱりね、この2万6000っていうこの、本来強いはずの節、昨日はね、急に抜けてまた戻ってきてみたいな、全然2万6000で、あの、ブレイクになってないんですけど、まあもうちょっとね、この2万6000ぐらいで、 うんこうね、なんとか耐える、踏ん張れるかどうか。これがまあ明日の相場の見どころというかね、注意点になると思います。 はい、えー、次にボリンジャーバンドですね。こっちはまあサクッといきましょうということで、まあまあ、あのゼロライン付近まで、タッチはしなかったんですけど、もうゼロライン付近まで一旦戻ったので、まあこっから先はちょっとどうなるかが読みづらくなります。なるんですけれども、残念ながらまたここをね、戻り高値に落,落ちてきているのと、ボリンジャーバンド自体バンドはこれすべて、うんと7本全部下向きなんですね。だからさっきの、 あの、移動平均線がね、全部冷やし、うん下向きだっていうのと同じように、これ、ボリンジャーバンドも下向き。で、まあ、バンド自体は急激に広がったり、狭まったりはしていないので、緩やかに下落をしながら、ボラティリティはそんなに上がっていない。まあ、今日ね、日経平均 VI は下がってますし、というところなんですけれども、だからなんかすごい急落してるわけではないんですけど、今度は逆にね、じりじりと真ーたで首を締められるかのごとく、じりっと下下げて、 の下げの流れになって、またこれマイナス2シグマ、スレスレなんですね。だから明日、これマイナス2シグマを割り込むようなことになると、ちょっとまた下に。 バンドが広がってね、また下を警戒しないといけないので、なんとかマイナス2シグマで踏ん張れるかどうか。今日マイナス2シグマ26,014円で、これ下向いてますから、やはりこれ26,000円近辺に明日マイナス2シグマ降りてくるんですよね。だからこのマイナス2シグマっていう観点からも26,000円っていう節で踏ん張れるかどうかが明日の、まあね、要注意チェックポイントかなと思います。 はい。え次に、オプション手口です。まずは海外税合算ですけど、いよいよ5月切り、明日を残すのみですから、まあ一応この手口を見て、ね、あの、S q 値どれぐらいかな、なんていう話をするのも今日で最後ということになります。で、今日は結構ね、明確に、コールサイド、これ海外税合算ですけど、コールサイドは買い越し、プットサイドは大きく売り越しということで、うん、と、コール買いのプット売りですからね、これ完全に上なんですよね。で、あの、この残高を見ても、 1000枚超えてるところ、まあね、ここ900枚ですけど、まあほぼほぼ1000枚みたいなところは、全部これ上なんですね。特に26,250円に関しては、コール買いのプット売りで、こちらもまあね、どっちも上という感じなので、こう、上目線になっている。ただ、株価はね、じりじり下げてきている。まあ結局、 この後お話をする今日の CPI の結果によって明日の動きがだいぶ決まってくる。まあもっと言うと今日の夜のニューヨーク市場の動きが決まってくるんで、まあね、ちょっと CPI の発表を受けてまずは反応をどっちにするのか。で、その後ね、結構中身をしっかりと見たりとか、あとはまた要人のコメントがその後出てきたりして、あの結構ね、その後まあ見直しみたいに逆に動くことも十分あるので、 まあ、明日ね、朝、明け方になってみないとまたよくわかんないですけど、オプションの手口は今日しっかりと上。まあ、そうは言ってもね、もうもう終わりなので、どっちかっていうと決済力が多いという、まあ、 立て付けけだと思うんですけど明確にコール買いのプット売りでもうこれずっとね2万そうですね2万6千円とか2万6250から上でさらに2万6750もコール買いのプット売りのバランスですからまあ上なんですよねだからバランス的にはこれね2万6250よりも上っていう形になってるんですがまあ果たしてねちょっと明日どうなるか。 はいえ。次にゴールドマンです。ゴールドマン今日はコールもちょっと買ってきて、プットはそこそこ買ってきてという形で、まあどっちも買ってきたというバランスですかね。枚数的にはちょっとだけプットが多いという感じです。で、そもそもゴールドマン自身は上の方、27000よりも上の方はね、コール売りがもうほとんどずっと売りになっていて、で、その下は、まあコール買いとプット買いがちょっとね、ここ27000近辺は混在してるんですけれど、 26,500円よりも下は、またプット買いがぐっと増えてくるというバランスなので、基本的には下なんですね。ただちょっと、26,500から27,000円ぐらいで S q 値決まるかもなっていうところを踏まえて、ちょっとコール買いと、え、プット売りを入れてバランスを取ってきてるんですけれども、またね、あの、今週に入ってもプットの方はね、きっちりと買って枚数増やしてるので、ま、どっちかというと下目線を強めてると。 27000よりも下。まあ、なんなら26000割ってくれると、このプット買いがね、威力を発揮するという形なので、もう今株価がね、今日の終わり値近辺26,200円ぐらいですけれども、なんならもう26000割ってくれる方が全部これ、えっと、利益になってきますから、プット買いがね、多く。はい。なので、ちょっと26000円のも下を見てきたのかな、どうなのかなっていう感じが、ま、ちょっとね、カー、スイの直前の手口で、ちょっとそんな感じが見えてきたというところかなと思います。 はいえ。次にアムロです。相変わらずもうぐっちゃんぐちゃんですけれども、えっと、今日はね、えっと、コールもプットも基本的に売ってきた。まあ、売ってきたというか、あの、半分以上はこれもう決済玉だと思います。だからまあ、会員のね、売り決済という形だとは思うんですけれども、ただ、まあ、ちょっとコールの方は ATM からね、ちょっと上ぐらいをもう売り決済してるんですけど、プットの方はこの2万6000円ですね。これかなり売り長っぽい。 感じ。ただ、これ、どっちもね、あの、たえなんだろう、残高開示されてないので、これ、わからないんですけれど、ただ、まあ、こことここで枚数がね、ほぼほぼ、同じぐらい。で、ちょっと間にね、プットの売りが、売り長の量がちょっと増えてきたという形にはなってるんですけど、まあ、2万0千近辺に大きくプットを入れてきてるので、 そんなにね、下。まあ、とはいえ、2万6000円割れた後のケアに、プット買いを昨日大きく入れてきたんですけど、まあ、今日はね、ちょっとそれを買い、あの売り決済してきてるという感じですけど、まあ、いずれにしても、この、このバランスだけ見ると、2万6000円から2万7000円の間。で、まあ、ここにプット買いがあるので、2万6000円から2万6500円ぐらいの間。だから、ま、ちょうど今日の終わり値近辺ぐらいでうろうろしてくれると、まあ、いいのかなっていう形で、最終的にね、ポジション今日も取ってきていると。 いう感じになっています。このままね、26,200円ぐらいで止まれば、まあ、多分アムロ的には一番ね、利益が大きくなるのかなという気もします。はい、え、最後は先物です。今日日経平均はプラスの0.18%、トピックスがマイナスの0.60%で、ラージプラスミニの日経平均型先物が、えっと、四5000、5, 107枚の売り越しですね。はい。で、トピックスの先物が483枚の買い越しで、累計で4600枚のマイナスと、売り越しということ、形になっていて、まあこれ結構ね、この3日間で先物の,の記事化6月切りという、まあ範疇で見ると、そうですね、14000、15000枚近く3日で、まあ海外税売りになってるんですね。個別で見ても、買い方はもうソシエテが1200枚買ったぐらい。で、あとは、 そうですね。アムロはまあね、今日株価がいあの言うてもちょっと日経平均を上げたので、まあこれはこれでいいかなという気がしますけれども、そうですね。JP モルガンがこれでね、3日連続結構売ってきて、まああの、もともとはここはずっと買い長なんですけど、ちょっとね、買ってる分を今週一気に減らしてきてるなっていう動きで、ちょっとね、売り方に回ってる。それから、うん、とゴールドマンも、まあ今日もね、4桁行ってないんですけど、ちょっと売りに回ってきていて、ちょっとね、その、 ゴールデンウィーク前までの買いを積んできた流れからは、また、ちょっとね、もともとこれ、売り長状態なんで、えっと、売り乗せをしてきてるって感じなんですよね。ちょっとね、売りを入れてきてるところが増えてきていて、まあ、この3日間で海外勢で見ると、先物の売りが、まあ、一気に増えたということで、まだね、6月切りだから日程はあるので、あの、 なんかね、決済を急いでるわけではないと思うので、ちょっとね、このあたりの動きは気になるなと。先物結構今下に降ってるんですよね。はい。だからちょっと下への動き注意したいなと思っています。はい。それではここからは今日の着眼点ですね。まずは、今日はね、大注目のアメリカ4月度の CPI。まあこれを結果を見て、 ね、ちょっと考えていこうと。それからえ、もう一つね、今日はトピックスがちょっと弱かったんですね。日経平均プラスだけどトピックスがマイナス0.6、0.6%の,のマイナスと。いうことで、まあ、ちょっとね、こうやって日経平均強いんだけどトピックスが弱いっていう時はあまりいいあの相場ではないですから、まあ、そこを確認しておきましょうと。はい。で、まずアメリカの CPI ですけれども、発表前。 市場の予測、コンセンサスは8.1%、先月が8.5%ですから、まあなんとかね、3月がピーク8.5で、まあちょっと落ちてくるでしょう。ようやく一服でしょう。まあそういう予想でしたが。 はい。こちら速報ですね。まあ、いつも、えー、後藤さんのデータを使わせていただいておりますが、まあ、何がすごいってね、後藤さんはもう本当に21時半になったらすぐにこれが上がるんですね。もう、まあ、ね、ほとんどこのあたりを準備された上で、この数字だけ入れてパッとアップされてるんだとは思うんですが、それでも AI じゃないかっていうぐらい早いですね。はい。なので、ま、本当に助かるんですけれども、こちらまた拝借をさせていただいております。で、8.3%ということで、これまたね、 考えるのが難しい位置に出てきたかなと。市場予測よりは悪かったんですね。0.4ポイントも、まあ,あの、ね、あの、ね、落ち着いてないと。まだ全然インフレはやっぱりね、止まってないんじゃないのと。8.5よりは下がったもののという感じになってます。そしてコアが6.2っていうところで、まあね、まずはこの数値だけを見て、ファーストインプレッションどう動くのかというところになります。 はい、まず、10年再利回り5分足ですけど、一気に金利が上昇する流れになりました。2.94%ぐらいの水準から、ポーンと0.1%上がって、3.048という髭をつけて、まあ、その後ね、これ見てるのが21時47分のチャートですから、まあね、その後ちょっと上髭つけて下げてきて、この時点で、うん3.0、 2%ぐらいかな。はい。まあ、とはいえ、一気に0.1%ですから、上昇率でいくとね、3%超あるんですよね。一気に上昇したという形になります。金利が上昇したのであれば、まあ、当然、ドル円もぐんと上がって、129円80銭近辺から130円70銭近辺までね、90銭、まあ、1円近く上昇したと、まあ、一気に円安が進んだという流れになってます。 まあそうなれば日経平均はね、先物逆の方に行きます。まあ金利上がってますから。まあということで、うん、26,330円ぐらいのところから、ストンと26,070円ぐらいまで260円ぐらい下落をしました。で、まあこの間ね大体、だいたい1.14%。 21時50分、まあ、20分ぐらいでね、1%超下げたんですが、S&P500、同じようにね、同じ時間帯の先物で見ると、まあ、こちらは1.84%、もう2%近くね、ストーンと下げていると。まあ、一旦はね、急に下げたと。だからまあ、S&P が1.84%も下げてるのに対して、日経平均の先物は1.14%。まあ、やっぱりね、円安で、日経平均の方が下げ幅は小さいっていうふうにね、言えるんじゃないかなと思います。 ただまあ、うん、この8.1%っていう CPI の,のコンセンサスに対して8.3ということで、まあこれはちょっとね、ネガティブには捉えられると思うんですけれども、この後どう動くかまだ全くわかんないですね。まあ今のところボラティリティ高いですから、 ドーンと下げた後またね、一気に戻してくる可能性もあるし、一旦戻した後もう一回売り直されるかもしれないし、えっと、一旦ね、そこうちと見て、今度は上昇していくかもしれないしと。まあ、この後出てきた CPI をしっかりと読み込む上で、またね、ちょっと、ん、合いというか相場のね、売り買いの強弱ついてくるので、まあ、それによって、まあ、今日の明け方、ね、ニューヨーク最後どういうふうに進むかという感じで、まあ、そのあたりが、 方向性がね、最後、アメリカの 5, 5番にね、出てくれば、 それの方向で SQ が動いていくんじゃないかなという気がします。だからまあ本当に発表直後の20分は大きく下げで反応したんですけれども、まあこ,こからどう動くかですね。はい。ということで、えっと今度こちらトピックスの冷やしのチャートの方に移ります。まああの冒頭でお話をしたように、トピックスはマイナス0.6%で陰線でした。だここがちょっとね日経平均陽線でプラスだったところとちょっと違ってくると。 この窓を埋めた安値をね、今日割り込んでるんですよね。というところで、日経平均はプラスでもトピックスがマイナスという場合は、大抵、こんな感じでね、日経平均、気温度の高いところだけが上昇してると。えー、これ、日経平均の上昇にと下落の気温度ランキングなんですけど、あの上昇してる側はね、これ、東京エレクトロンとかファーストリテイリング、ダイキン、アドバンテスト、そして、えー、っと、M3 とかね、 テルもオリンパスもそうかな、まあ、日経平均の寄与度の高いネガサ系の株が買われてると、一方で日経平均の下げの方に寄与の高かったのは、トヨタ、第一三共、電、ま、装、あ、ホンダ、でこのあたり、もう輸送というか、まあ、自動車ですよね、第一三共と塩野義は医薬で、あとはここには載ってないんですけれども、あの全体的に下げてたのは銀行とか不動産とか。 まあ、いわゆるトピックス型ですよね。もしくはバリューとかディフェンシブとか、まあそういう系統の銘柄が今日は下げていて、で、こっちのね、日経平均強度の高い方が買われてると。もう完全にこれ日経平均が、やっぱり SQ にらんで先物の主導でね、上げている。 だから日経平均は強いんだけれどもトピックスは弱いって考えたときに、まあ、やっぱり今日の相場の日本の相場のねまあ実力というか地合いはやっぱりトピックスの方なんじゃないのかなつまりややマイナスの地合いだったんじゃないかなという気がしていて、まあ、ちょっとね無理やり上に引き上げられているっていうこともねあるかもしれないのでまあそうなってくるとちょっとね明日の動きまあこの辺りがまた 調整されてくると、まあ明日はねトピックスが仮にそんなに下げてなくても、日経平均だけがちょっと下げるとか、まあバランスがね取られる可能性もあって、まあちょっと今日、こう今日みたいなえ、少しいびつな感じになった時は注意をした方がいいのかなというふうに考えています。で、まあね、えっ、ー、と SQ はもう全くわかんないですが、 えっと、海外勢のね、オプション手口から見ると、思った以上に上の方が強かったですよね。プット売りのコール買いで26,500、27,000。まあ、これよりも上ぐらいのバランスになってるので、まあ、今の水準からはね、ちょっと上に行くんじゃないのっていうような、まあ、オプションのバランスにはなってるんですけれども、まあ、今日の CPI を受けて、明日の値動きがどうなるかっていうのはもう全く見えてこないので、まあ、やっぱりね、SQ の前に CPI やられると、ちょっと、 難しいなという気がしました。まあもう、あの CPI の結果を見て、明日の SQ を見て、その後、あ、明日じゃないね。あの、明後日の SQ を見て、で、そこから6月切りの戦略を立てるぐらいでね、もういいんじゃないかなと。まあ無理に、今ちょっとまだ相場がわからない時にね、早め早めにちょっと6月切りのポジションを取ると、まあ思いのほかボラテリティ高いのでね、特にプット売りを ね、あの、安易に入れると危険なので、まあ、十分ね、引きつけてからの方がいいんじゃないかなという気がしています。はい、ということでいかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンそして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしております。よろしければチャンネル登録の方ぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね